たわしちゃん、ミルワーム食べる？たわしくん、あれのハリネズミは昆虫を食べます。痛いかな。はい、これ何？おお、やった、反応した。じゃあ潰して少しふりかけにする？食べてたい。さっきやったけど全然反応してくれなかったんだよ。わーもやっぱり好きか。本当はね、調子悪いね。もう入れから取ったんだよ。部屋の温度35にしました、設定温度。しょぼくれてるの。ここのお湯の扉が閉まってなかった。ソニアさん、お湯変えてくれる？はい。あったかくない。お薬は飲む。やっぱり最初にミルアームあげないかもかな。ハンドフィーリングでビード食のね。はい。月が悪くなったらじゃあ使って。お薬は飲む。立つ。今日も機嫌悪く、今日は機嫌悪くない？お薬飲んで。さあ、食べるかな。動き始めた。今日は機嫌良さそう。昨日ワームやらんかった。やっちゃいました。ワームやりながらやらん。昨日は本当に機嫌悪かった。今日来るって言ってたよ。機嫌いいの今日。よかった、機嫌よくて。機嫌いいです。丸まったらご飯食べれん。ちょ、お口ちょうだい。あんせ。たわちゃん。あんせ。これワームじゃん。ワーム。
味。機嫌良さそう。食べてるぞ。何グラムでした？3。じゃあ昨日本当になんか体調悪かったってことですかね。ね、ワーム食べたから機嫌良くなった。機嫌がいいとよかった、安心。ワーム食べる？ワーム食べる。ワーム食べてね。昆虫。おいちゃん、ぼくじゃん、ぼくじゃん、あーして、うん、うん、ここにミルアームいるけど、ミル
いらんさあ、おいしい回して、そう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 、そうか、この子にもペリヤキやってもいいな、今度。何グラムだっけ、この子は。1キロないよね。1キロない。1ミリ。今度1ミリやろう。それから、あの子ミルタサピン。レメのミルタサピンで分法したのね。多分分法してある。何分のいくつだったっけ ?8 分の1。16分の1。16分の1。4分の1ちょっと大きいから猫の8分の1だから4分の1にしよう。歯磨き、歯磨きやってみようか。3グラム食べた、はい、またちょっと間置いてまた食べさせたって。じゃあ後ほどペリヤクね、時間入れといてね。レメロン、はい、名前ミルタザッピンでいいんだっけ。商品名はレメロン、成分名、成分ミルタザッピン。ミルタゼバ、15ミリの8分の1。頑張ったー、たわき。